はい。三不死児、死角合格チャンネルです。講師の通ちゃんです。今日もよろしくお願いします。福祉住環境コーディネーター2級、聞き流し独学テキストの22回目となります、えー。今日はですね、糖尿病についてやっていきたいと思います。えー、これもですね、えー、高齢者に多い疾患の代表的なものになるかなと思います、えー。メタボリックシンドロームでもね、糖尿病はかなり有名ですよね。 えー、かなり試験に出やすいところとなっていますのでね。えー、この、ここもですね、えー、何度も何度も見て聞いて覚えてください。聞き流しや流れ聞きで結構ですのでね、えー、記憶に焼き付けてくださいね。それでは行きましょう。高齢者に多い疾患編糖尿病です。1番、2016年の調査、国民健康栄養調査では、約何万人が糖尿病有病者、または予備軍、 と推定されていいるでしょうかはい、約2000万人なんですねえ。結構いるんですね。はい約2000万人。では、糖尿病は大きく2つに分けられます。答えましょう。はい、1、えー、すみません。1型と2型ですね。この1型と2型の大きく2つに分けられます。2番です。日本人の約95%はどちらの方でしょうか はい。二型糖尿病になります。では、水臓からインスリンが分泌されるものの必要量よりも少なかったり、分泌のタイミングが遅れたり、インスリンの作用が不十分なことによる、しょうよ,より生じるタイプは何型でしょうかはい。それは二型糖尿病となります。 はいえー、3番です。インスリンを分泌する膵臓の細胞が破壊されて機能を失い、インスリンの分泌量が絶対的に不足するタイプは何型でしょうかはい、それが1型糖尿病と言います。えー、食事をとると、血液中の糖、血糖が高まり、糖は何によって細胞内に取り込まれ、血糖が下がることになるでしょうか はい、それは膵臓で分泌されるインスリンですね、えー。インスリンによって差があるっていうことですね。これ覚えておいてください。えー、4番です。糖尿病の仕組みです。インスリンが十分に作用しない状態では、血糖はどうなるでしょうかはい、高いままなんですね、えー。先ほども言いましたが、インスリンが、えー、血糖を下げる作用するんでね。 えー、ですので、インスリンが作用しないと血糖は高いままとなります。この状態が続くことを何と言うでしょうかはい、それを糖尿病と言います。5番です。発症の原因がインスリンの働きに依存しているのは何型糖尿病でしょうかはい、それは1型糖尿病なんですね。結構これ、生まれつきとかですね、えー、もともとこういう体質、 とかそういうい方が1型糖尿病と呼ばれるものですでは、2型糖尿病は何から生じる栄養バランスの崩れや何によって生じるでしょうかはい、それは不適切な生活習慣や、えー、運動不足によって生じるんですね。 これはもう後付けになる糖尿病が2型ですね。まあ不適切な生活習慣や運動不足によってなるのが2型と覚えておいてください。6番です。内臓脂肪型肥満に高血糖、脂質異常、えー、高血圧のうち2つ以上が重なる場合を何と言うでしょうかはい、それを内臓脂肪症候群メタボリックシンドロームと言います。では、 この病態が起こる仕組みには何の機能が深く関わっているでしょうかはい、それはインスリンの機能が関わってるんですね。7番です。糖尿病の症状です。最初は無自覚だが、やがてどのような自覚症状が現れるでしょうか ?4 つ答えましょう。はい、1つが口渇ですね。喉の渇きのことです。2つ目が退院ですね。えー、よく水を飲みたがる。 3番が多尿ですね。まあ、かなり尿が多い、頻尿ですね。で、4つ目が体重の減少ですね。高滑多韻多尿、体重減少。これが自覚症状として現れてきます。8番です。高血糖が長期間続くと、様々な合併症が起こります。その中でも三大合併症と呼ばれるものは何でしょうかはい、1つが、糖尿病網膜症。 もう一つが、えー、糖尿病神経障害。はい、最後三つ目が、糖尿病腎症ですね。えこの三つかなり出ますのでね、絶対覚えておいてくださいね。9番です。外的刺激がないのに痺れや冷えを感じたり、逆に痛みや暑さ、冷たさを感じにくくなったり、発汗異常、えー、筋力低下や筋肉移植、移植など招く障害は何というでしょうか はい、それを糖尿病神経障害と言います。では、血液のろ過機能が低下し、進行すると腎不全となり、人工透析や腎臓移植などが必要になる障害は何でしょうかはい、それを糖尿病腎症と言います。10番、えー、眼球の奥の網膜にある細かい血管が障害され、 出血によって視力が弱まったりする、進行すれば失明する障害は何でしょうかはい、それを糖尿病、網膜症と言います。三、えー、大合併症以外に動脈硬化によりどんな病気の発症リスクが高まるでしょうか三つ答えましょう。はい、それを一つは心筋梗塞、えー、脳血管障害。 えー、閉塞性動脈硬化症。この三つがですね、えー、動脈硬化により、えー、発症リスクが高まります。これも覚えておいてください。11番です。動脈硬化で血管が詰まると組織が破壊されてどうなるでしょうかはい、え死するんですね。えー、では、え死した部分から感染などを起こして悪化した状態のことを何と言うでしょうかはい、それをえそと言います。 では、下肢に閉塞性動脈硬化症が生じると何に至ることもあるでしょうかはい。エソによる下肢切断ですね。これよく、まあ、あの糖尿病のね、えー、こう、重症した人はなる病気ですね、えー。下肢を切断しないといけなくなることもあるということもちょっと頭に入れておいてください。12番です。糖尿病の治療です。 一型糖尿病では何を注射してその不足を補うでしょうかはい、インスリンですね。インスリンの注射を行います。では、この治療は基本的にはいつまで続くでしょうかはい、生涯続けなければならないんですね。えー、インスリンの注射の治療っていうのは基本的には、まあ、一生続けなければならないです。13番です。糖尿病の治療の続きです。 二型糖尿病では何をすることで生活習慣を改善させるでしょうか二つ答えましょう。はい、一つが食事療法ですね。で、もう一つが運動療法。まあ、食事と運動をしっかりやるということですね。では、また、えー、薬物療法を行うことで何をしますかはい、血糖値をコントロールするんですね。それを薬物療法でやるということです。14番です。 糖尿病のリハビリテーションは何が中心となるでしょうかはい、運動療法ですね。運動療法が糖尿病のリハビリテーションです。では、運動療法を行う上での原則を3つ答えましょう。はい、1つが全身の筋肉を動かす運動をする。2つ目が毎日同じ運動を行う。3つ目が食後1、2時間後に行う。 この三つですね。運動療法の原則となります。覚えておいてくださいね。15番です。感覚神経障害が重度になるとどうなるでしょうかはい、えー。足底、足指の改用などができるということですね。では、それは進行するとどうなる場合があるでしょうかはい、えー。足指切断から下肢切断に至るですね。 では、これらを予防するには何が不可欠となるでしょうかはい。毎日のフットケアが不可欠となります。16番です。糖尿病腎症が進行すると、週3回ほど医療機関に通うなどして、何を受けなければならなくなるでしょうかはい。わかりますね、えー。人工透析ですね。はい。えー、もう本当にね、糖尿病腎症になると、かなり辛いですよね。まあ、週2回とか3回とか、 え、医療機関に通わなければならないです。では、糖尿病神経障害による足の筋力低下や痺れ、視力障害などから何が多くなるでしょうかはい、つまずきや転倒が多くなります。えー、17番、糖尿病の重、えー、重環教整備です。可視切断で義足を使う場合は、重環境整備は何をするでしょうか主要なものを4つ答えましょう。 一つが滑りにくい床材にするということ。二つ目が階段に手すりをつける。三つ目が靴を脱ぎ履きできるための玄関の椅子を設置する。まあ、地味なようでね、これ結構大事となります。玄関に椅子を設置ですね。で、四つ目が段差の解消をする。まあ、こういった、えー、主要な四つ、住環境整備では、えー、大事となります。 はい、今回ですね、えー、高齢者に多い疾患編の中の糖尿病に特化をして、えー、動画を作っております。えー、品質のワード覚えておくべき語句を一問一答形式でギュギュッと17問にまとめています。えー、かなりですね、糖尿病の方も、あのー、重要な病気で試験にも出やすいですし、えー、福祉住環境コーディネーターの住環境整備にもかなり関わってくる病気なのでね、えー、しっかりと内容を把握して覚えておいてください。 え、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。え、聞きなんかしてゃ長らきて OK ですのでね、記憶に焼き付けてください。はい、え、まだまだですね、復習環境コーディネーター2級の動画どんどん出していきますので、今後ともよろしくお願いします。以上です。